私の隣のおじさんは、簡単の生まれで、キャッキャッキャッキ、江戸っ子、お祭り騒ぎが大好きで、ねぎりはきまき、揃いの浴衣、雨が降ろうが、やりが降ろうが、朝から晩までおみこし担いで、わっしょいわっしょい、わっしょいわっしょい、ケーキをつけろ、しょうまいっておくれ、わっしょい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 、それそれそれ、お祭りだ。おじさん大変だ、どこかで反射が鳴っている。鍵は機械をすりばんだ。何を言ってもわしょしょい。何を聞いてもわしょしょい。わしょい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 。それそれそれお祭りだ。それまた隣のおばさんは朝から育ててちょっぴり美人でお祭り騒ぎが大好きで、粋な素足に絞り浴衣。雨が降ろうが、やりが降ろうが、朝から晩までおかごら見物。ピーシャラピーシャラ。てんとくてんとく、オカメとオニがハンヤとショトコがピーシャラピーシャラ、てんとくてんとく、それそれそれお祭りだ。おばさん大変だ、おうちが留守だよ空っぽだ、こっそり空き巣が狙ってる、何を言ってもピーシャラしちゃ、何を聞いてもてんとくつ、ピーシャラピーシャラ、てんとくてんとく、それそれそれお祭りだ。お祭り住んで日が暮れて、冷たい風の吹く夜は、家を焼かれたおじさんとへそくり取られたおばさんの本に切ないため息ばかり。いくら泣いても帰らない。いくら泣いても後の祭りよ。はい、こんばんは。今夜はね、お祭りマンボウを歌いました。2020年6月の24日、水曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。今日は、よかったね。9時台でね、9時販売がよかったね。じゃあ今日も YouTube ライブやりたいと思いますね。どうもね、こんにちはね。はい、やろうかね。いい感じがいい。YouTube でライブね。今んとこ天気いいね。天気からまた行こうかな、洗濯ね。この間雨だったからね。地面みたいな、この間。土曜一日目よかったんだよね、この間はね。日曜がね、帰るときね、雨の中撤収だったからね。今度よく、今のところの予報は今度の日曜もそこそこ良さそうだからね。楽しみね。どうなるか。まだわかんないね、まだ。水木だからね、まだね。何かずれるかもしれない。ね、どうなるかな。この制度の確認。20年。梅雨の晴れ間いいよね、意外とね。夏、本当、8月の夏場な、この頃は、もう、あれ、あの頃だとさ、あれ、積乱雲が急に発達してさ、雷雨がものすごい可能性もあるけどさ、まだね、今のこの辺はないかな、それほどね。2020年6月の24日、水曜日。も楽しいや、東京きっと、粋でおしゃれで、ほがらかで、右のポッケには夢がある、左のポッケにはチューインガム、空を見たけりゃ、ビルの屋根、もぐきたくなりゃ、まん、オール歌も楽しいや、東京きっと泣くも笑うものんびりと、金は一つもなくっ
でも、フランス香水チョコレート、空を見たけりゃ、ビルの屋根、潜りたくなりゃ、マンホール、歌も楽しいや、東京きっと、腕も自慢で、喉自慢。いつもスイングジャズの歌。踊る踊りはジタバグ。空を見たけりゃ、ビルの屋根。潜りたくなりゃ、マンホール。はい、こんばんは。今夜はね、今夜もね、しばりさんの東京キッドを歌いました。2020年。6月の24日水曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。黒黒さんどうもね、コタさんどうもね、キリちゃんどうも、アクさんどうもね、皆さんお互い様ね、ギロさんどうもね。今日はね、もう今日かもしれない、24日ね、ひばりさんの命日ってことで、ここのとこずっと歌ってます。今夜はね、東京キッド歌いました。あ、こんにちは。いいさんじゃないよね。今日のお夜食行く、今日のお夜食。今日はね、これいかで炒めよう。フランクフルト。粗挽きフランク。クリームハムのね、これを炒めたいと思う。今夜これを炒めてくるね。今夜これ、こちら。粗挽きフランク。油を引かずに帰って、油引こうかな、ちょっとね。どうしような。もうこれ。これ炒めてくる。ちょっと炒めてくる。今夜粗挽きフランクだ。ああ、お腹ペコペコ。
今夜はな、フランクフルトの炒め物ね、今夜は。フランクフルトね、今夜はね。と、ウィン、キャベツ入れた、キャベツ。こんな感じね。キャベツとフランクフルト。キャベツ葉っぱ2枚ぐらいね。あれ、黒いつぶつぶはね、粗挽きコショウ。こんにちは、どうも。キッチンじゃない、どうも。こんばんはね。コウバさん、どうもね。フランクフルトとキャベツの炒め物よ。揚げ付けは胡椒、あれ、粗挽き胡椒だけ。あれ、加工肉だからさ、ね、これね。胡椒たっぷり。これはね、じゃあ、行こうか。どうもね、サンゴさんどうもね、ありがとうね、アキコさん待ってっからね、どうもね、それはさ、夜は寝ないとね、で僕、今、仕事から帰ったばっかだからさ、お腹ぷくぷくなんで、これ、一人にいただきます。今日は結構ボリューム、今日は、ね、麺は入れなかったよ、これで結構ボリュームあるからさ、麺は入れなかった。じゃあ、これをつまみに一杯飲もうかな。行こうか、辛口チューハイ。ハイボール。強烈塩レモンサイダー。強烈塩レモンサイダー。乾杯。今日早くてよかった。もう下着してないからね、ブラしてないからね、目立っちゃうんだよね。どうもね、もずくさんどうも、超早かった。いつものフランク炒め物、プリマハムのフランク。興奮しちゃってぬれぬれもしかしてぬれぬれかな？どうも。これ何枚持ってこれ何枚も同じやつ。何枚も持ってくからね。しないよ。もうお股が気になるんで、電車乗っててもさ、もう夏場だからさ、若い子なんかすごいもんね、ほんとね。短パンがずいぶんいるもんな。短パン娘見ると、ほんとお股が気になっちゃってしょうがないね、ほんとね。山さん、どうもよ。フランクフルトの炒め物。キャベツ、粗挽き胡椒を入れて炒めました。どうね。あっつーさん、どうもこんばんはね。だけはね、まあ、おなじみ、ずっとしてたけど、ハイボールね。強めの炭酸と言ってるけど、わかんないな、普通と変わんない感じがするけど、まあいいや、これ。ハイボール。強烈塩レモンサイダー割りってやつで。
Vale. Yo フランクフルトでしょ。どうも。よしさん、どうも。フランクフルト炒めたの。プリマハムのやつね。また出ましたね。うまい。食べすぎな。ありがとうございます。今日は使ってないですね。エアコンもあるけど、エアコンも使ってない、今日はね。ある快適だからな。エアコンあるよ。隣の部屋にね。すぐ隣だから、つければ涼しいけど、今日は探せない。タレちゃん、どうも無視しないよ。タレちゃんどうもね、無視してないからね。見てくから大丈夫よ。梅雨だめってやつね、梅雨だめね。梅雨時だからね。福島でしたね、福島だったらラジオ福島って聞くのかな。福島も東北同様さ、3年、AM は1曲しかないもんね。で、ラジオ福島ってやつね。ラジオ福島全部聞くから、二郎さん。あ、ワイン君どうもね。ラジオ福島なんかね、聞いてますね、常日頃。福島唯一の AM ラジオ、ラジオ福島。フランクフルートを炒めてね。フランクフルートを炒めて。ハイボール。ないんだ、FM が。YouTube ライブだけですよ。同時配信してないよ。あ、で、胡椒、あ、あべ、胡椒、醤油は入れてないです。フランクフルトとキャベツ入れて、炒めながら、粗挽き胡椒だけですね。塩分はね、このフランクフルトの元についてる、それぐらいか。粗挽き胡椒なの、この黒つぶつぶ。ブロックはしないもん、ブロックは。ブロック一切してませんから大丈夫よ。見たことない。
まあ、よね、岩下新生姜かな、あれね。岩下新生姜、有名よな、あれね。どうも、こんにちは。あ、もやさん、どうもね。今日は早かったね。なるからしょうがないよ。明日、給料日で楽しみだな。もうだいぶ前だもんな、なんだっけ、僕もね、給付金のやつね、あれ、受け取ることしてもう送ってあるからさ、どうかな、一緒に給料日って、こう入ってくる楽しみに、どうかな、10万円。そろそろ振り込まれるだろうね、給付金ね。楽しみだわ。10万円いつなるのかな、10万円。楽しみね。こんばんはね。アウトドア関係って、こんばんは。あ、こんばんは。どうもね。ネットさん、どうもね。今日早めにフランクフルトをつまみながら。おこんばんは。ライトいいよ、スポーツは。まだライトは十分。ヘッドライトだけど十分なんだ、ライトはね。ヘッドライトあれば、結構一人来たらね、ほんと、ランタンも必要ないね、僕の程度はさ。ヘッドライトなら僕は十分。あれ十分、僕もヘッドライトで。5年くらいか、4、5年ですよ。奥多摩小屋に登のテント場だっけ、もうなくなったけどさ、奥多摩小屋。2016年に登ったからね。あれが2016年でしょ？その前からちょこっと、その前の年15年で初めて行ったのが、あそこだよね、あそこ。東上線のあそこ、嵐山のとこ、月川荘だっけ。だから2015年としても20、まあ5年か、4、5年ってとこが、4、5年、4年ちょっとか。2015年に初めて行ったんだ、月川荘。4、5年ってとこ。で、翌年の16年に、初めて雲取の奥多摩小屋のテント場行ったんだ。きっかけはね、やってくる気僕もともとね、バーベキューから入ったんだよな、日帰りバーベキューから。バーベキュー台で焚き火やったらね、焚き火がいいよくなって、キャンプに行ったらね、洗濯に 気に入っちゃって、テント場を探したら奥多摩小屋にたどり着いたんだ。その奥多摩小屋もないけど。でも亡くなる前に奥多摩小屋拾ってよかった。あそこでもう4年間ぐらいもう全体させたからね、奥多摩川で。最後の。2016、17、18、19って。
一番多いのは、一番テント泊が多いのが奥多摩小屋。あそこまで担いで、一応寝て、何泊もしてるね。もうないよ、あそこはね。小屋が閉鎖しちゃったからな。数年前かも、2年ぐらい前かもしれない、2年ぐらい前。こういうのをされてたの。わかんないの。動画上では独身って言ってくれる。実際わかんない、それはね、本当からね。動画上では実際わかんない。これ最後だ。星野さん、この脱数だからさ、わかんないね。まあ、独身としては過去に結構、コミュニティあってもおかしくない、あの人ね。大卒だしさ、だって。大学入るまでにさ、ブランクがあるもんね。なんかいろいろあった。ないとも言えないじゃん、あれ。星野さん。動画見てるとさ、高校から大学の間にさ、いろいろ、数年あるもんね。結構、間が空いてっからさ、その間になんかいろいろあったかもしれないね。その頃ね、大学からはさ、ずっと一人かもしれないけどさ、それまでにさ、ほんと二十歳ぐらいの若い頃にさ、入籍してたとしてもわからないね、それね。まあ、それは言わないけどさ、全然本人は。僕の予想。高校と大学の間の数年の間にね、ほいのさんはね、あるんじゃないかと思うんで、一回ぐらい、そういろいろと。まあ、それはあんま言いたくない、言わない。ほいのさんは言わないと、言わないだけで。言いたくなかったから行かないんだ、僕は。対策はしないでしょうがないもん。夏場に虫が出るのは当たり前のことなんでしょうがないって諦めてます。対策はしないよ。まあ、別時期なんだ。そういう、僕、わからない。それは細かいの。それ毎日見てねえもん、動画。余裕ないもん。時間になるとき見る感じでさ、毎日見てらんないからさ。何もありませんから大丈夫よ。誰も寄りつかないから。罰のつきようがないんですよ。パルさんどうも、こんばんは。今日はね、フランクフルトの炒めたやつで、もう終わってないけど、ハイボールも、あとはこれでおしまいだ。そろそろね、ありがとうね。星野さんの動画は毎日見れるのちょっと無理があるよ、ほんと。余裕ないよ。これで僕も毎日生存確認してるしさ。仕事をそういう時なんか絶対見らないしさ。それはしょうがないよな。見たいなと思うけどさ、それ全部見れない、ほんと。だから、休みの日にとか見たりするね。だから、山じゃ見れないけどさ、あれ、僕も河原とかさ、その時キャンプ場とかでやった場合はさ、電波が入るんでさ、ああいうとこで星野さんの動画見たりもするけどね。それから普段見らんない、本当ね。仕事から帰ってきたらさ、洗濯もしなきゃいけないしさ、こっちも来なきゃいけないで、ね、そんな見せる時間ないんで。それはしょうがない。当たり前だ、ほんと。全部の動画見れるわけねえじゃん、本当。よほど時間のある人だよ、本当。その人の全部見てる人は。見れねえよ、そんな。もう毎日ほいのさんの動画見てたらさ、何もできないよ、休みの日だけだ、見てんの。今日はこの辺で終わるね。また明日ね。今日早かったんで。またおやすみなさい。どうもありがとうね、三郷さんね。お互いさんのバカだからね。どうもね。じゃあ皆さんおやすみなさい。今日はこの辺で。ハイボールでした。ではまたおやすみね。あやまさんどうもね。
今度その帰り行くも横になってね、こするかな、最後。どうもおやすみなさい。また明日。はい、終わりました。じゃあ最後はこの歌いこうか。最後はこの歌。ギタリン・キンのプレゼント歌ってあろうか。やっぱこれいこうか。やっぱ、あ、これプレゼントね。終わったもん。あなたが私にくれたものを、キリンがくれた。キリンが逆立ちしたピアス。あなたが私にくれたもの、フラッグチェックドハンチング。あなたが私にくれたもの、ユニオンジャックのランニング。あなたが私にくれたもの、丸いレンズのサングラス。あなたが私にくれたもの、オレンジ色のハイヒール。あなたが私にくれたもの、白い真珠のネックレス。あなたが私にくれたもの、緑色した細い傘。あなたが私にくれたもの、シャガールみたいな青い液。大好きだったけど、彼女がいたなんて。大好きだったけど、最後のプレゼント、バイバイバイマイダーリン、さよならしてあげるわ。あなたが私にくれたもの、グレース・ケリーの映画の件。あなたが私にくれたもの、ビビアン・リーのプロマイド。あなたが私にくれたもの、バディ・ホギーのドーナツ版。あなたが私にくれたもの、ヘップバーンの写真集。あなたが私にくれたもの、お菓子の詰まった赤い靴。あなたが私にくれたもの、テディベアのぬいぐるみ。あなたが私にくれたもの、アンデルセンの童話の本。あなたが私にくれたもの、夢にまで見た淡い夢。大好きだったけど、彼女がいたなんて。大好きだったけど、最後のプレゼント、バイバイマイスウィーダーリン、さよならしてあげるわ。あなたが私にくれたもの、ヒステリックなイヤリング。あなたが私にくれたもの、ボートネックの島のシャツ。あなたが私にくれたもの、道で売ってるカレッジリング。あなたが私にくれたもの、マーブル模様のボールペン。あなたが私にくれたもの、アメリカ生まれのピーコート。あなたが私にくれたもの、中国生まれの黒い靴。あなたが私にくれたもの、フランス生まれのセルロイド。あなたが私にくれたもの、あの日生まれた恋心。大好きだったけど、彼女がいたなんて。大好きだったけど、最後のプレゼント。バイバイマイスイートダーリン、さよならしてあげるわ。大好きだったけど、彼女がいたなんて。大好きだったけど、最後のプレゼント。バイバイマイスイートダーリン、さよならしてあげるわ。はい、今日はこの辺で。ではまた明日ね、おやすみなさいね。